2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になった世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩尾先生です。今回はね、インジケーターの5分バイナリーのですね、5分周期のね、いつでもというやつですね、取引して5分後に、評価ということでですね、このね、新しいインジケーターができました。こちらは15分のバイナリーオプションの本番投資中ですね、シグナル待ちです。85% の 42pip 数ですね、平均 pip 数、あと 83% の 31pip 数平均のシグナルだけを見つけ出してます。でこちらが5分バイナリーオプションのインジケーターで7つですね、現在ね。でこちら勝率 64% で33ですね、出てます。で他はね今分析中で、もっといい勝率もあるんだけど、今新しいんでこちらの方でね、移行でやってます。このね、私のこの暖房はね、非常にいいんだよね。暑くしないようにな、暑くならないようにね、暖房してんだけど、これ調子いいなって言って。まあ、それはともかくとして、これ安くていいんだよ。安くていいんだけどね。これ非常にいいなって。コメリで買ったんですよ。1万3000円ぐらいだったかな。ちっちゃくてね、すごく馬力もあるし、温度調節が少しでできるんですね。それはともかくとして、こちらの方ね、これね、3週間からなんですね。だから、3週間で33回しかないわけですから、週に10回しか取引ないんですね。それで勝率が 64% だそうです、これでね。こういうのが出てきましたね。他も今いいシグナル探してるんですけど出てこないですね。もうちょっといいシグナルが出るとあると思うんですけどね。まあこういういいものができるとは思わなかったですね。こういう稼げるとね、インジケーターっていうのはね、これね、片寄せボリンジャーバンドとオリジナルのね、それとテクニカル分析、166かですね、今度出てきたのね、これね、大きいですね。これ、大きいの出てきたですね。なるほどね、素晴らしいですね、これね。出てきたね。166あるんですね、このシグナルがね。勝率が 62% ですね。もうちょっと上げたらもっと出てくるんでしょうね。勝率 65% ぐらいでやるのか、70% ぐらいで分析させるのかな。テクニカル分析ね、大きいテクニカル分析、片寄せ、ボリンジャーバンドと、あと3つ使ってます、テクニカル。あと、まあ、いろいろ使ったりすることもありますけどね。最低でも4つ使ってます、テクニカル分析ね。内部の、ピップスを求めるテクニカル分析入れると5個で、パーセンテージを求める、ね、テクニカル分析で6つになるわけですね。実際は6つなんですね、今の動きではね。処理時間が非常に時間かかるんですね。あ、こちらの方ですね。こんな感じですね。
ちょっともうちょっとね考えてやってみようと思うんですけどね。166回か。75% 出ても4回しか取引ないよね。それライブの15分のね取引中ですね。シグナルはめったに出ないんでね、今度の設定ではね。こちらはまだ試験中なんですよね。5分のバイナリーオプションですね。で、いろいろね、良いバイナリーオプション会社で投資しようと思うんですね。ちょっとまた見てみましょう。